埼玉県が生んだ偉人渋沢栄一。近代日本経済の父と呼ばれ、生涯に関わった企業は実に500社、日本経済発展の礎を築きました。500社にも及ぶ企業に加え、さらに渋沢はおよそ600もの教育機関や社会公共事業の支援、並びに民間外交に尽力しました。この番組では渋沢栄一のスピリッツを受け継ぎ、それぞれの分野で業界を牽引する企業を紹介していきます。どうも、渋沢栄一の著書ロンゴとソロバンから生まれたソロバンの助だよ。そして私はロンゴ、こんにちは。今回も私たちが番組をしっかりサポートするわね。皆さん今日もよろしくね。今回も先週に引き続き、渋沢さんのふるさと深谷の農業を支える深谷農業協同組合 JA 深谷を紹介するよ。ネギと並んで全国1位を誇るユリ農家に潜入するよ。今回もよろしくね、お二人さん。どうも、大城です。はい、渋沢解体新書、今回も先週に引き続き、はい、渋沢さんのふるさと、はい、深谷市にある深谷農業協同組合、うん、JA 深谷を紹介します。ありがとうございます。先週はあれね、ネギをね、なんていうんですか、あの見極め方というんですかね、あれ、うんうんうん、あの白いところによってやっぱ階級が違うっていうね、1000、2000、3000ってああいう風に分かれるみたいな、はいはい、うんうん、あれもだから芸人と一緒だなと思ったね。芸人の単価と一緒。あ、そっか、それは特級の芸人を我々を目指せるようにね、うん、白い部分を伸ばしていきたいですね。そして今週は何でしょうか。今週は、うん、牡蠣です。はい、牡蠣切り花、ね、お牡蠣ってあんま身近じゃないですけれども、だからこの切り花、うんうん、深谷市がね、全国1位の出荷量を誇る、はい、ユリ農家を紹介したいと思います。なるほど、はい、さすが深谷はネギだけじゃないということ。はい、ユリも、その通りです、うん、ということで今回の渋沢解体新書は、はい、深谷農業協同組合に潜入します。はい、渋沢解体新書。今回も先週に引き続き、渋沢栄一のふるさと深谷の農業を支える深谷農業協同組合を紹介します。深谷といえば全国1位の収穫量を誇る深谷ネギやユリの切り花など農業が盛んな町。こうした深谷の農業をあらゆる方面で支えているのが深谷農業協同組合 JA 深谷です。その歴史は1907年、渋沢栄一の義理の弟一郎が前身の一つ安本信用組合を組織したことに始まります。その翌年、一郎の息子次太郎が安本購買販売組合を組織すると、1918年に2つが一緒になり、安本信用購買販売組合が誕生。渋沢栄一は地元深谷のために尽力する甥の次太郎を支えるため、組合の総会で講演した記録が残されています。前回の放送では JA 深谷の歴史をはじめ、深谷市が全国に誇る深谷ネギを紹介、実際に収穫体験やネギの試食、さらに女性部の皆さんの協力で深谷市の新鮮な野菜を使った料理を振る舞っていただきました。今回はネギと並んで深谷市が全国1位の出荷量を誇るユリ農家を訪ねます。訪ねたのは深谷市のユリ農家、八津田さんのハウスです。八津田さんは現在16品種のユリを生産しているそうです。今何の作業をされてたんですか。あのユリの球根の定食を今、午前中からやってて、球根をじゃあ今植えるところだったんですか。そうですね、植えて途中ですね。はいはい、はい、もう途中なんですね。はい、もう この辺は植わってるんで。あ、そうなんだ、なるほどなるほど。これ球根植えてから出荷までってどれぐらいかかるんですか。これなんかで今植えて出荷するのが6月の上旬です、ね。はい、
じゃあ大体4ヶ月ぐらいで、はい、まあ加温する小屋だとまあ大体3ヶ月ぐらいで出ちゃうんですけど、うん、なるほど、そうなんだ。休校はどこさんとかあるんですか？これはオランダです。オランダにの船乗って、はい、4日前に深谷に届きました。あ、そうなんですね、はい、早速2人も球根の植え付けを体験させてもらいます。置くだけでいいんですか？置くだけで大丈夫。これでいいですか？はい。あと真ん中の辺とかどうやってやるんですか？真ん中はこれ芽が出てないんで踏んじゃっても大丈夫なんですよ。まあ、球根踏まないように足入れるんですけど。あ、足入れていいんですか？ちょっと怖い。あ、そっちは、あ、なんだ、これから植えなきゃだめ、ね、植えた方だったら、ね、あ、すいません、すいません、コミヤ、あ、いやいや、じゃまだ植えてないもんだって。すいません、すいません、ここはダメなんだ。なんかすげえずれてんな。これをじゃあちょっと当てがった方がいい。当てがって、あ、いや、もう大丈夫です。もう一回当てがってもらって、持って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 、もう大丈夫、大丈夫、一回持って持って、いや、ここでもうここの線になってるから大丈夫、大丈夫、一回、ここだもんだって、もう列だから。喧嘩やめろよ、こんなのどかなところで大きな声出すなよ。野蛮だな、野蛮すぎるよ。ハウスのほんの一角ですが、なんとか植えられたようですね。多い時には1日1万球植えるという安田さん。現在27アールの敷地で球根数にして年間30万ものユリを出荷しているそうです。さらに別のハウスにも案内してもらいました。これは安田さん、どの状態になったら出荷になるんですか？そうですね、まあ、一応ユリの花って、まあ、咲くと花びらの元が弱いんですよ、はあ、だから自分たちがお花屋さんに届くまでは咲かないような状態で、はい、つぼみの状態で出荷するんですよね。だけどこういう本当に色が分かんない緑のままで出荷しちゃうと咲かなかったりとか、そういうこともあるんで、ある程度、まあ、これは黄色なんで、はい、黄色が分かるような感じになったら出荷するって感じ。薄くじゃあ見えるようになったらぐらいの感じなんですかね。そうですね、これじゃもう目視で判断ってことですか？ええ、だから、まあ、普段からまあハウスには来てるんで、うん、見ながらそろそろかななんて見ながら、うん、深谷のユリはやっぱり有名ですけど、はい、やっぱり八田さん的には日本一のユリだと思いますか？そうですね、他の産地とかもだんだんやっぱり高齢化がやっぱ進んで、はい、産地自体がなくなるところもあったりしてるのが現状なんですよ、うんうんうん、でもまだ深谷は自分と同じぐらいの世代の人も半分ぐらいいるんで、気力だけはまだありますから、そういうところで、まあ、うまく回しながらやっていけたらいいかなとは思ってるんですけど、これからもじゃあ日本一であり続けるという、農家で箱詰めされたユリはJA 深谷が運営する営農経済センターに集められます。ここで仕分けしてそれぞれの市場に出荷されていきます。副センター長の河野さんに話を伺いました。この箱があるじゃないですか、はい、河野さん、はい、これ L とか、はい、これ 2L 2L ですね、2L、はい、3L、はい、とかはこれはどう違うんですか？まあ、これは企画東海級という企画なんですけれども、はい、まあ、一番この 3L というのが、はい、まあ、このユリ部会でいうと一番上位等級、一番重たい企画 で、はい、で次が 2L という L というふうな形になってます、うん、あ、なるほど、ちょっと見せてもらってもいい？はい、どうぞ。どんな感じで違うんだろう？3L と 2L と L にはですね、まあ、それぞれ規格がございまして、はい、3L の場合は、まあ、90センチ、はい、2L の場合は、80センチ、はいはいはい、L の場合は75センチ、おー、プラス、まあ、重量選別といって、まあ、この一つの重さがですね、 3L の場合は、はい、6.7キロ、はい、2L の場合が 5.7 キロ、うん、L の場合が 4.5 キロというふうな形だから分かれてます。長さが全然違いますね、やっぱね。そうですね、で、まあ、これあとは輪数も、まあ、これはもう4輪以上って 3L は4輪以上なので、あ、まあ、仮に 3L になるには、4輪プラス長さが 90センチ以上っていう、あとは重さですね、クリアしないとこの上位等級にはならない。じゃあもう結構、そう、これが一番、まあ、一番特別な、一番重たい企画になります。これは
河野さんとか見てこう判別するんですか？これもコンピューターですか？基本的には生産者 の方にここまでの作業はしてもらいます、はいはい、で我々がですね、まあ、抜き打ちだったりとか、はい、あとはその時に当番しますよ、あ検査しますよっていった時には中を開けさせてもらって、はい、まあ、あの品質だったりとか、なんか病気がなかったりとか、そういうのはチェックはさせてもらってます。ネギと一緒で深刻性なんですね、これは。そうですね、わりかし抜き打ちでやることの方が初見会の時は多いです、ね、へえ、なるほど。このセンターでは分化の一部を自動化しているんだって。重さを測ったり梱包したり、作業を効率かつ正確に行えるんだ。そうそう、注文数や仕分けの状況もコンピューターで管理され、一目で分かるようになっているんですって。こういう施設は農家にとってすごいありがたいものなんですか？そうですね、まあ、自分家でこのぐらいのシステムを作るということは多分なかなかできないので、うん、はい、やはり、農協としてそれを受けて、まあ、収穫をしてですね、うん、より多くの市場に、良品のものを持っていくというのはやっぱり生産者の中ではかなり、いいとは思ってます。またですね、まあ、あの農協に持ってきていただくことで、はいはい、まあ、生産者は本当は自分で、うん、まあ、生産をして自分で市場を探してっていうふうなことをやるんですけど、はい、まあ、農協が間に入ることによってですね、まあ、あの生産者が、まあ、農作業をメインとして、うんうん、農家の仕事をしてもらって、我々がその代役を担うというか、はいはいはい、煩わしいことは、まあ、農協がやるみたいな感じの方の方が、まあ、いいのかなとは思ってます。あ、なるほど、じゃあ生産に専念できる、そういうことですよね、はい、なるほど、うん、深谷市が全国に誇る農産物の数々、そのブランドを支える深谷農業協同組合の若手職員の皆さんに話を伺いました。まずなぜ JA 深谷に入ったか、ちょっと動機をねお聞きしたいんですけど、うん、坂本さんからいいですか？はい、地元が深谷なので、はい、そのまま地元で働いていきたいなということで、はい、なるほど、はい、なりました。やっぱ、うん、地元で働きたい魅力がいっぱいあるんですか？そうですね、知り合いの方が近くにいたりとか、うん、家から近かったりとかっていうのもあるので。私は30歳の時に JA 深谷に転職したんですが、はい、周りを見ると、うん、ご高齢の方が畑作業などに精を出してたのを拝見したんで、ここはきっと若手の若手ならではの考え方なども必要としてくれてるのではないかと思って、地元の深谷で幅広く貢献ができる JA を選びました。なるほど。地元は深谷ではなくて隣の熊谷なんですけど、はいはい、でも深谷の魅力を感じて、うん、まあ、ネギが好きだったりとか、はい、あとふっかちゃんとかも好きなんですよね。ふっかちゃんね、はい、存じ上げてます、はい、それであの就職を考えて。あ、そうなんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあほぼもう皆さん地元の方ってことですか？魅力をこう発信したいと思って、はい、JA 深谷に入る方が多いんですかね。なるほど、はい、農協職員あるあるみたいなってあります？皆さん窓口とかお客様のお家にお伺いした時とかに結構野菜をいただくことがやっぱり多くて、なるほど、はい、はい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 、そういったのとかは、はい、いただくことが多いので、あるあるかなと思います、なるほど。あんまりスーパーで買うことがないですね、野菜とか。何が多いとかあるんですか？やっぱりネギが多い。あ、ネギが多い。あと旬な野菜とか、なるほどなるほど、はい、ネギに困らないんですね、じゃあ。そうですね、深谷の方々は、はい、他はどうですか、斉藤さん、あるある。私こうプライベートでも、はい、軽トラとすれ違うと、はい、もうお辞儀する癖がついてしまう。あ、なるほどなるほど、別に農家の方じゃなくても、はい、でも分からないですからね。そう、お辞儀しとくにこれ、癖づいてるんですね。そうですね、大体でも農家の方なんですよね、はい、おそらく、うん、そう、三四郎の2人のうちですね、どちらか1人を JA 深谷に引き抜くとしたら、毎回聞いてんだよなそれを。どっちというね、あの、ちょっと理由も含めてちょっとお伺いしたいんですけど、うん、じゃあ坂本さんからいいですか？はい、どちらかといったらみたいなありますか？うんうん、ちょっと選べない。選べないね。やっぱ選べないか。めちゃくちゃいい子じゃん。なんだよ。じゃあまあ斉藤さんは？そうですね、言いにくくなっちゃったんですそうですよね。いや別にそれはもうね、あの向き不向きとか、まあ、いろいろな理由とかもありますんで、はい、別に、私小宮さんですね。お、理由は、あのこう仕事中で忙しい、生産者の皆さんに、うん、
簡単に話をしたい時ってどうしてもあるんですけど、まあ、そういう時にああいうなんとかであれとかボケ切れとかセンスな見てくれてる、ちょっとね言葉遣い乱暴ですけどあのままやっちゃったらクビですよ何なんだよ金谷さんはどっちもあの NG で、あの面白すぎ て面白すぎてちょっと仕事にならないので、そういうことねちょだったらうろにすんなよそんなにいやいやそう言ってるからそうじゃない、そうもちろん ありがとうございます、はいはい、じゃあちなみに深谷の野菜をあの PR していただきたいんですけど、うん、あの10秒で簡潔に斉藤さんですね決定、うんはい、なんとかの長くなら用意スタート、はい深谷といえばやはりネギです。深谷ネギの中でも特に私が好きな新貝ネギは甘みが強くて肉質の柔らかいネギとなっております。終了、おおすごいギリギリちょっとカウントダンスだから内容は全然入ってこなかった全然聞いてなかったけどやっぱりネギそうですね私やっぱりネギが好きですね、やっぱりネギですか、はい、うん、お忙しいところありがとうございました皆さん、ありがとうございました。100年以上にわたり深谷の農業や地域の皆さんを支えてきた深谷農業協同組合、最後に今後の展開について伺いました。今後 JA 深谷はどうなっていくんでしょうか。まずあの農業を取り巻く環境というものがですね、はい、これからますます厳しさとともに変化をしていきます、うん、まあ、あの高齢化とともにやはり農業従事者がですね減少していくという状況がありますので、うん、新規就農者の増加に向けた対策であったり、うん、またその方々のこう定着に向けた対応というものを取っていく必要があります、うんうん、そしてまたあの生産者のニーズも消費者のニーズもやはり多様化していると、変化をしていると、それによってですね今後の展開につなげていく必要があると思っています。また TPP であったり RCEP こういうものが発行しておりますんで、輸入規制が緩和される中でですねやはり地産地消というものを拡大させながら地場産の良さをこれも拡散していくということで、安全安心なですね農畜産物を提供するという従来からのこの農協の役割、やはりこういったものがさらに重要性を増すだろうというふうに考えています。まあ、あのここに写真とともにこの共存共栄というこの額が書けてあります。まあ、あの渋沢栄一さん自体がですね地域全体日本全体の繁栄を考えてきておりまして、まあ、JA 深谷もこの共存共栄の精神に基づいてですね役職員がしっかりと御用聞きに徹して組合員地域の皆さんと一緒に成長していきたいというふうに考えております。うん、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。明治時代の教育者福沢諭吉、現在の一万円札の肖像として広く知られている人物です。19歳で蘭学を志して長崎に留学、翌年には大阪の尾形公庵の適塾で勉強に励みます。1858年蘭学の才能を買われた福沢は蘭学塾を開きます。これが現在の慶応義塾の始まりです。1860年には勝海舟らと共に咸臨丸で渡米、2年後にはヨーロッパ諸国を歴訪します。その時の体験をもとに西洋事情や学問の勧めを出版、学問の重要性を人々に説くことで日本の近代化に大きく貢献しました。論語を嫌った福沢は論語を重視する渋沢とは相入れなかったとも言われています。しかし関わりもあり教育機会の均等化や女子教育の普及などでは協力しました。近代日本の発展に大きく貢献した二人、共に時代の先駆者として新しい時代を切り開いていきました。さあ
渋沢解体新書、今回は2週にわたって深谷農業協同組合を紹介しましたけれども、いかがでしたか。はい、深谷ネギとか野菜だけじゃなくて切り花でもそのブランド力が全国に誇るものだったということが分かりましたね。はい、そしてその裏には生産者を支える JA の存在があって、はい、またこれからの JA を支える職員の皆さんも高い意識で頑張っていることが分かりましたね。これはもう渋沢さんも安心していることでしょう。そうです、うん、さあ、はい、そして今回も渋沢栄一の名言を紹介していきます、はい、今回こちら、し、かん、札の3つを持って人を識別せねばならぬ。分かりますか。現代の言葉で言うと、人を見るには目で見て、頭で監督して、心で察しなければならない。渋沢は外面と内面の両方を見れば人の本心が分かると考えていました。 JA 深谷の職員の皆さんもね、はい、生産者の方とこう接するときはしっかり内面まで理解して関係性を築いてますから、うん、それで発展してきたというわけですからね。はい、うん、間と内面まで見られても大丈夫なんですか。余裕ですね。あ、余裕、内面しか見られなくていい。おう、うん、外見なんて俺もう認識されないからね。あ、内面でいい。うん、俺も金髪にしなかったらもうそこら中にいますからね。こんなモブキャラ。モブキャラ悲しくねえのかよ、その自分で言っといて。金髪だからギリ発見できるぐらいで、認知度なんてないですから。内面見たらすごい奥深い人間ってこと。そう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 、うん、奥行きが深いよ俺は。ずっと薄っぺらいんだよコメントが。というわけで渋沢解体新書、今回はこの辺でお別れです。はい、次回は何でしょうか。次回同じくここ深谷市です。おお、元なんと番組初となる公開収録をやりました。わーすごい。その時の様子をダイジェストで紹介します、うん、なるほど。どんな話が飛び出したのか、うん、ぜひ見てください。はい、ということで次回の渋沢解体新書もお楽しみに。